はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日もですね、ラーメンということで、まあ今日のね、行くラーメンは、まあサムネとかでも出てるのかな、パッと見てね、わかる方も多いぐらい本当に有名店でして、せっかくであればね、この車からお店に行く道中、まあみんなみたいにね、こういい感じにオープニング喋りながらね、撮りたいなと思ったんだけど、梅雨ということもありまして、今日もですね、あいにくの雨でございます。だからね、まあ今日も車中からね、オープニングを撮っているわけですが、今日ですね、向かうお店さんが、一発ラーメンという豚メインのこの濃厚なスープに、何よりもね、一番こう印象的と言いますか、代表的なのが、とろろがね、トッピングに乗っかった、そんなメニューがございまして。で、今日もですね、4時頃撮影をお願いしてるんで、まあ、ちょっとね、店前さっき行ったんですけれども、それでもね、かなりお客様いらっしゃいました。なのでですね、まあもちろん事前には撮影のお願いをしてるんですが、まあ行ってみてね、何倍ぐらい食べれるか、ちょっとお客様の入り次第でね、決めようと思いますので、早速ですね、そちらの一発ラーメンさんの方に向かって、名物であるとろろが乗っかったラーメン食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、こちら一発ラーメンさんの店内に入っております。で、すでにね、注文は終了しておりますが、今回は醤油と味噌の2杯とですね、ライス、もちろんセットで注文させていただいております。でも多分ね、すぐメニューできちゃうと思うので、こちらのですね、この一発ラーメンさんのメニュー到着するまで、もう少々お待ちしたいと思います。はい、丼に咲いた、いただきながら、チャーシュー満開でーす。お待ちしてます。いただきます。ということでですね、本日いただきます1杯目到着いたしました。1杯目はもちろんですね、デフォルトの醤油を注文させていただいております。早速いただきます。うわー、このスープうまそう。うまうま、濃厚でクリーミーだな、これうめえな。ちょっとね、もうこれ、麺いっちゃいますか。うまそう。うん。うま。このガツンとした豚感と麺いいね。パンチ力半端じゃないわ。チャーシューもね、チャーシューはこんな感じですよ。うまそう。ちょっとこれ一回食べてほしいな。マジうまいよ。とせっかくなんで、このね、とろろですよ。うん、あ、合うな。これネギも絡めちゃおう。とろろとネギはやばいでしょう。うん、やばいわ。うん、これはね、もう人気なの一発でわかる。攻撃的な豚骨感にそこに加わるこのとろろのまろやかさ、たまんねえよ。またね、味もすごい濃いってわけじゃないんだけど、香りがやっぱ強いからか、パンチ力がすごい。見た目通りのパンチ力です。これはうまい。
ぱね、これからの時期、夏本番になってくるじゃないですか。で、やっぱ暑い時期にこういうとろろの入ったラーメン、昼休みでこのラーメン食ったら、まあ一日余裕で頑張れるね。というかね、こんだけチャーシューがあると贅沢にこのチャーシュー巻き節約せずに食えるから最高に幸せ。やばいな、もっと食いたいな。大盛りにしたけど全然足んないわ、もう一瞬でなくなっちゃう。この一杯目の最後の具材は味玉で締めさせていただきます。うまかった、お疲れ様でした。メガトロ味噌茶の大盛りです、はい、ありがとうございます。メガのハーモニー、メガトロ味噌茶、ネギ生姜、美味しそう、ありがとうございます。ということでですね、こちら2杯目到着いたしました。もちろんね、ライスも注文して、これね、味噌なんですけど、さっきとちょっとまた違うのが、メカブととろろが合わさったスペシャルな一杯となっております。こちらもね、需要競争最高だと思いますので、いただきます。まずスープよね。味噌どんな感じなんだろう。あ、うまっ。うめえ。今回ね、生姜の食券も購入してるんで、このね、味噌の濃厚な味と、この生姜の爽やかな香り、これがすごくうまいんだけど、今もうすでにね、汗だらけなのよ。この一杯でね、完食する頃にはもう一気に体仕上がるかも。整うわ。じゃあチャーシューいっちゃおう。ラーメンさんも店頭にあります自販機から購入して飲み物がね、持ち込み可能ですんで、本日もですね、こちら黒ウーロン茶いかせていただきます。あめ、じゃあちょっとこの辺りでこのメカトロいっちゃいますか。いいわ、うまそう。うまいな、相性すげえいい。いわゆるラーメンショップさんとか家系のラーメンとか、やっぱり豚とか豚骨を使ったラーメンってわかめって合うんですよ。このね、海藻の風味すごい合うんだけど、またね、わかめと違ってこのメカブ独特の香りっていうのかな、それがねめちゃくちゃいいよ。うまっ。あ、これうまい。
くなっちゃった。尺足りてる？いやもう今日はですね、これがラストです。うまかった。よし。ごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちら一発ラーメンの相模原店さんで、ホームページ見ても一押しって書いてあるね、このチャーシューにとろろが加わった醤油のラーメンや、メカブとね、とろろが加わった味噌のラーメンと、これ2杯いただいてまいりました。正直ですね、僕もこのラーメンにとろろを合わせるっていう経験がなかったので、どれぐらい合うのかなと、全然想像できなかったけど、やっぱ実際食べてみるとね、うまい。とにかくうまい。イメージしてるよりもよりうまいと思うんだ。僕個人的にもう前年来る前にある程度こんな感じかなって想像はするんだけど、その想像の斜め上を行く噂ですので、ぜひですね、気になった方はこちら一発ラーメンさん、3店舗ほどねございますので、お近くにありましたらぜひこのねとろろと合わせたラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。そちらはね、合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日ですね、公開させていただきました一発ラーメンさんのこのラーメン、もうビジュアルからやばくないですか。この丼いっぱいに咲いたチャーシューにとろろと、こんなのね、もううまくないわけがないとずっとね気になったんですけれども、やっと念願のね訪問ということで、本当にね美味しいラーメンでございました。これからのね夏は暑くなってきますし、夏バテなんかもねしてくると思うんですけれども、とろろだったりとか生姜だったりとか、こういった食材でね需要競争を高めて、この夏をね一緒に乗り切っていただければと思います。で、本日の雑談コーナーなんですが、これですね、ちょっと僕の動画を見てくださってる皆様は気づいてるかもしれませんが、最近ですね、編集を劇的に変えました。テロップのね、表示の仕方とか、このインサートの入れ方、そういったものを変えてね、より皆様に美味しそうだなと思ってもらえるような編集にしているんですけれども、やっぱりね、この変えた直後っていうのは、この自分の中でね、こういう場合はこういう編集をするんだっていう決まりがまだ決まりきってない、時があったので、すっごいね、その編集の時間がもう倍になってたんですよ。ただ最近はですね、だんだんと慣れてきて、こういう時はこうだみたいな決まりが自分の中でできてきたので、その編集の速度っていうのかな、そういったものも劇的に上がってまして、今ね、編集がめっちゃ楽しいんですよ。本当に編集ハイみたいになってまして、だから公開するね、動画なんかも結構増えているとは思うんですけれども、この、ね、編集したい欲、公開したい欲とともに、こう、本数が増えていくと、もちろんね、撮影に行く回数も増やさなきゃいけないから、こう、撮影の時間と編集の時間とね、これ両方増えていくみたいな感じになってまして、今。本当にね、四六時中編集して撮影してみたいな感じになってるので、本当にね、この、なんかこう、仕事でというか、この YouTube で今人生がね、かなり充実してまして、本当にね、やりがいが今、人生で一番あるかもしれないです。もちろんですね、すっごい当初というか最初の方の頃に比べたら、数字もね、ちょっとずつ落ちてきてはいるんですけれども、よりですね、皆様にこの僕の好きなお店の良さっていう部分をですね、伝えられるような動画制作が最近はできてるんじゃないかなと思いますので、一緒にですね、これからもまたこのお店の良さを伝えられるような動画をね、楽しんでいただければと思います。なんか今ざーっと話してしまったので、ちょっと若干文脈がね、変な部分もありますけれども、ご了承ください。ということで、本日の動画はこの辺りで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。